いつだってなかなか既読にならない、未読のままの LINE が不安で、君が少し会いたいって言うから思わず飛び出した。午後8時、こらえきれずかけてしまう電話、夜の高速道路、耳に飛び込んでくる震えた声で、私好きな人ができたの。すでに泣いていた僕の頭の中は真っ白になって、滲んでゆくフロントガラス、言い返す言葉ももう見つからず、最近返事が遅いのはきっと忙しいからなんだ、そう言い聞かせてたことを後悔して君に腹が立つ。もっともっと思ってること口に出せばよかったのになんて、離れてく心が見えたから、会いたいなんて言えるわけないだろう。どうにかなってしまいそうで、もうどうにでもなれとも思えてきて、繰り返されることはもうない。キスも愛も君もお願いだから、どこにも行かないで、そんなことしか言えず、しまいには君にすがりついて大きな声で泣き出す始末。二人で過ごした時が今、君の新しいその誰かへと出会うための時間に変わっていってしまう。返される